カロス、ゼロサムの即死が、ああ、そういうことか。そういうことか。あ、だったら、カロスもありだね。でも、空営のフリップさ、ちゃんと上ベク変したら、当たらん、メドにならんくないあれ。パーセント時代に当たんのかな。クラウドで戦闘力1000万。ああ、いや、僕まだまだだと思うけど。うん、シューッ、なんぼだろう戦闘力。チクッ、ああ、ギャーッ、クエヌが素晴らしい。うっ、ゼロサム側はカロス削ってるか。まあ確かにクエヌフリップ当てにくいんだったら分かる気がするな。でもクエヌフリップ何回か当たったけど、ちゃんと上ベクしてたらメテオで落ちることはなかったから。逆だ。ぬんぬんぬん、お、だったらゼロサムに対してカロス拒否らなくていいのか。カロス拒否、あれカロスじゃないか。どこ拒否してたっけな今日。またな、倒せない、答えない。クラウド995、無理だね今日。1000万は、さよなら。飛んできそう。飛んできそう。いや無理なんですが、みんな寝れないのか、みんな寝れないのか。いや絶対もっと見せるべきだと思うんだよな、ガリオ。もっと振っていいと思うんだけどな。振っていいけど、なんか、僕の、なんだろう、何かが邪魔をしてる、僕の中の何かが。カズヤ、しねしねビーム死ね死ねビーム、中学生かな連続死ね死ねミサイルじゃないんだからさ。ドラゴンボールか。しかもこの人うまいんだよな。
当たるか。押せます。多分相当な恨みが僕はこもってると思う。この人は和也に。示しねビームだ。バレないか。あ、殴った。うまいよな。いや、この人ね、あれなんだよな、カズヤ配信日にもいたんだよな。その時は確か純粋にカズヤシネって名前だった気がするんですけど、何以外わかんないけど。なんや、親でも殺されたか。みんなどう思いますかこれ。皆さんどう思いますかこれ。ちなみにホムラが配信された時もホムラシネって名前だった気がする。DLC 相当嫌いなんだろうな。どこ行くねその痛みで私。あ、変えてないのかな。Y は変えへんのじゃっていうことなのかな。